久保建英まさかのカップルで沖縄旅行へ船酔いで衝撃のオート。はい。久保菅原による弾丸沖縄マグロ釣り旅行員沖縄、予定してた船が悪天候でキャンセルになってからの予定変えて朝4時起きで再チャレンジして、念願のマグロ釣れました。あとカツオも、久保さんはあれだけ意気込んで、船酔いしたことないと言った1時間後に船酔いを発症し、強がって釣りを始めるも20分で疲れたからと嘘をついてまた船酔いに負けながらもしっかりマグロもカツオも釣ってました。船酔いで顔嬉しくなさそうに見えるけど、釣り最高また必ず行く釣り仲間募集中、釣りの結果、マグロ6匹カツオ4匹逃げられたの5回久保のウート8回。このカップル可愛すぎるだろ。竹なんでもいけるイメージだから船弱いの意外すぎる新たな発見。久保さん船酔いで8回吐いてこの笑顔なんだ可愛い。ワイも菅原と釣りして。面白すぎるし仲良しすぎる。なお、ゆきなりさんのハッシュタグ。ハッシュタグがバチクソ竹のことだらけでクソ笑った。港着いた瞬間元気になるわ可愛い。船酔い認めないどころか海に餌撒いてたとか言ってそう。竹なりカップル好きすぎる。オート8回は4大リーグの最多記録だと思う。